チェルノブイリですら25年経ってまた新しい巨大な石棺を上からかぶせなきゃいけないわけですよ。でチェルノブイリですら多分まだあとこれから50年100年かかるのに、もっと悲惨な福島は楽に100年はかかる。だから、まあ、そもそも廃炉ではない、自己処理だと、再稼働するっていうのは日本崩壊の危機だという、その、まあ、多分福島の4号炉の崩壊はいわゆる関東圏の崩壊だけども、再稼働を変にすることで伊方とか、あるいは玄海とか、あるいは韓国の原発が第2の福島事故を起こした、これは間違いなく日本の崩壊ですね。要は今ある再稼働問題というのは根底には福島事故を踏まえて日本の原子力 その、安全規制と安全基準を、根底から見直さないといけないという今現状にあるんですね。で、僕自身がその京都大学で原子核学んで、その後神戸製鋼、たまたま福島第一原発の使用済み燃料に鑑識調査とかですね、関わったり、その安全規制を作る側とそして安全規制を受ける側という現場を経験して、原子力村っていう名付け親ではあるんですが、日本の原子力は世界で最も優れていて安全安心クリーンだ、で裏に回ってみるともうベニヤ板と段ボールとガムテープでできているのが日本の現実の、その裏が今回みんな見えたわけですね。もともとその戦後の、電源開発の頃から、昔は日本開発銀行とかを使いつつ、あと今の政策投資銀行とか、国と、古いメガバンク的なところとかこう、なんとかこう溶け込んだような一体となって日本の電力システムに、お金を貸し込んできていたと。このド素人体制が本当に問題で、なんでド素人が問題かというと、その責任ある官僚が2年ごとに来て、でその時に染まるのが神話なんですよ。こう御用学者と業界が作るある種の神話みたいなものにふっと染まってしまってですね、で30年かかっても今岩井島ずっと平行線できた。で戦い方の術は分かるかもしれないけど、新しいものを作る経験できない。自然エネルギーって1年でワンサイクル完結するんですよ。じゃあそれに成り立たせていくだけのエネルギーが再開エネルギーにできるのかということと、それも速度ですよね、どのぐらいで達成可能なのかということ、それから